クリ初登場は一体何位だろう。夢のバトル対決負けたら作曲者が罰ゲームよーの結果を発表します。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ありがとうございます。いや、黒いプロ、高根響、美希と3人と頑張ってきた結果がこうやって、うん、いやらしい笑顔でいいよ。この男はいやらしい男だぜ。そしてじゃあ、うん、サマさん、いやもう素直に悔しいです。でもこれ、うん、自分の分析では、うん、100枚は原さん家のお母さんとかで買ってると思います。馬倉さんとこも多分親戚とかが結構50枚で買ってるんじゃないですか。おっとその差が199枚だ。まあそんな言い訳をしてるサマさんですけど、まあ、ね、ね、これからじゃあ、念願の、はい、皆様お待ちかねの、はい、罰ゲームが、はい、あるんですよね。発表したいと思います。ナムコプロが負けたらサマンさんに高木社長のコスプレをしてもらい、黒いプロが負けたら中川さんに黒い社長のコスプレをしてもらうというのはどうでしょうか。結果一緒ですけどね。というわけでこちらの方を採用させていただきましたので、というわけで、うん、高木社長のコスプレをサマンさんにしていただきたいと思います。綺麗な色で描いて、みんな喋ってこけてる、見える新しい世界。一度のチャンス逃さないわ、絶対手抜きしないでものにするの。失敗を恐れてちょっと踊りが足りないけど、ダンスダンス、はいはいはい、後悔するよりやまし、アタックしよう、必死じゃん、必死じゃん、誰かに甘い人を傷つけ逃げ場所作ってただけど、今日これからは止まってられない。明日にもだって踊って踊って踊って上げて未来を超えよう、素敵な未来きっと待っている。希望の声が聞こえてくるよ、それが次回少し走ろう。というわけでサマンさんがですね、高木社長のコスプレをして、なんと全身タイツ、金の蝶ネクタイ、そして恐怖のアフロヘアにマスクをかぶってます。わしが高木だ。というわけでですね、この格好をですね見たいという方はぜひですね、それ相応のサイトの方に行っていただきましたら見たいと思います。はい、というわけで2008年じゃねえ、2009年よろしくねー。よろしくねー。というわけで、ジューシーポーリーとかにしちゃうミコスと今井あさみと、あ、さすらいのプリティコンポーじゃ、そのあいことにさせてひろとそれは言うんだ。